車の剛性がすごい高いんでしょうね。S 字カーブです。こういうところでもあの狙った通りにこう曲がってくれるっていう感じもあって。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ AMG GTC エディション50のご紹介をしていきたいと思います。はい、メルセデスベンツのですね AMG GT のですねご紹介ということなんですけれども、今回ですねご紹介させていただくこの GT はですね、50周年を記念したモデルということで、去年だったかな、ランボルギーニのですね50周年記念というのが、まあ、わずか、5台のですね車しかないというものの中で、弊社が取り扱ったのがジャパン50ソラというですね車のご紹介というのをさせていただいたことがあったかと思うんですけれども、限定車っていうのにですね非常にこう注目が集まるという傾向っていうのは結構あると思うんですね。まあ、その中でもこの AMG の GT で50周年で全世界限定500台という車になっておりまして、まあ、こういったですねマットブラックのですね色合いの車になるんですけれども、まあ、そうなってくると全世界でもおそらく100台とかないぐらいしか多分ないんじゃないかなということで、まあ、日本に至ってはですね、まあ、その中のどうでしょうね10台とか20台とか、まあ、そのぐらいのデリバリーだったんじゃないかなというふうに思っておりまして、間違いなく、今現在こう販売をしているっていうのはこの車だけになるんじゃないかなというふうに思っております。この車ですね平成29年式ということで、まあ、限定のモデルでですね、まあ、出てすぐ のモデルということになっているんですけれども、状態としてはですね非常に綺麗な状態を保っております。このマットブラックっていうのはですねものすごくかっこいいんですけれども、メンテナンスとか保管状態っていうのが結構ものを言うところがありまして、結構外に出す機会が多いというかね乗る機会が多い方はですねこのマットブラックも専用のですねプロテクションフィルムっていうのを貼ってる方とかも結構いらっしゃいます。でこのマットブラックのこのプロテクションフィルムっていうのは驚くほど高いということがあってですね、まあ、それでマットブラックを断念する人もいるというぐらいですねところがあるんですけれども、この車に関してはですねまあ、こういう、こうフィルムとかは貼ってはないと思うんですけど、非常に素の状態で綺麗な状態を保っているということになっております。で前のですねこのグリルのところが、まあ、パナメリカーナグリルになっているんですけど、パナメリカーナグリルとですね、この下の部分っていうのがですねこの黒なんですけど、マットのところとですねこういうリップスポイラーが普通にツヤありの感じになってたりとかして、全体的にですねバランスをとってる、もう全部がですねこう戦闘機のような状態ではなくてですね少しラグジュアリーな印象というのもあるというところになっております。でライトはですね、このナイトパッケージのような形で、ブラックアウトされていて、非常に男らしいですね精悍な顔つきという感じがするかなと思います。前からですねちょっと正面からいいですか、前から見た時のこの幅広感っていうのがすごいですよね。で後ろがですねこのオーバーフェンダーにグワーッとなってるんですけど、この辺りもですね非常にボリューム感があって、スーパーカーというねこうフォルムっていうのを、まあ、この見てすぐにですね見る人にこう与えるというですね、感じになってるんじゃないかなというふうに思います。このホイールがめちゃくちゃかっこいいです。もう個人的にこれすごい好みですね。でこの車高のちょっとこれ車高これ落としてると思うんですけど絶妙にしてますよね。でこのちょっとこうメッシュのですねこのホイールっていうのがすごく全体的なですねこのバランスというかこの車のフォルムにぴったり合ってるんじゃないかと思います。これセンターロックにこれしかもなってますね。レーシングカーとしてのですね感じがこう出てるということですね。で赤のキャリパーになってるんですけれども、これはカーボンではないのかな、普通の
キャリパーになってるんじゃないかな。これ普通はカーボンだったらカーボンブレーキとかカーボンって書いてあると思うんですけどね。で、横見ていきたいと思います。横にですね、V8 のビターボっていうふうに書いてあるんですけど、これ4リッターで557馬力だったかな、馬力を捻出するというふうになってて、ものすごいパワーになります。実際この AMG GT はですね、弊社ではこの AMG GTR とかですね、 GTR Pro という車も私ドライブしてるんですけど、実際乗り比べた時にですね、遜色ないなっていう感じがしてまして、もともとのですね、この GTC の、今回のですね、エディションに関しては新車価格がですね、約2300万ぐらいの価格帯になっているので、そう大差もないというところもあってですね、最高峰のこう GT のですね、スーパーカーとしての資質を持った車であるというふうに言って差し支えないかなというふうに思います。ただ GTR プロとかと比較するとですね、スパルタンさっていうのをそこまで求めてないことが多いと思うんですけれども、ある程度のですね、実用性もこう担保した状態で、この車作りがされているというところがあります。で、後ろ見ていきたいと思います。この辺のですね、このフェンダーの美しさがたまんなくいいですよね。この角度とかでやっぱ見たときに、この流線形のですね、このオーバーフェンダーのこの美しさっていうのはたまらなくいいですね。でも辛い血の感じでこれ来てるじゃないですか。これもう車検ギリギリだなっていう感じですよね。もうバチッとこ揃ってる感じで、もうね、なんか美学を感じるっていうところですよね。で、この横のですね、ちょっとこうチタンっぽい感じのホイールになってるんですけど、まあ、ガリ傷も一つなくてですね、非常に綺麗な状態で保っております。で、後ろがですね、この GT のですね、エディション50というふうにここにバッジがありますけれども、非常に控えめな感じのイメージではないかなというふうに思います。で、助手席側見ていきたいと思いますね。ここもガリ傷とかも全くなくて綺麗な状態ですね。ここの取っ手の部分がこうメッキの感じになってるんですね。で、上がですね、ルーフの部分がこうガラスルーフの感じになってて、で、中でですね、開け閉めができるという感じになっております。これもですね、乗ってみると分かるんですけど、結構 GT って、まあ、上が開くわけではなくって、あと結構この窓のこのウィンドウの部分が結構これ狭いと思うんですよね。だからなんか結構ね、閉塞感ある感じがちょっとあると思うんですけど、上にですね、こういうそのグラスルーフがあることによって少し明るさもあって開放感もあるんじゃないかなと思います。まあ、外装をですね、一通り全部見ていったんですけど、全くもってですね、マイナス点としてこれ傷がありますよっていうのはありませんので、このあたりはですね、ご安心いただければいいかなというふうに思います。はい、内装を見ていきたいと思います。なんかね、このドアがね、分厚いんですよね。こう重厚感がありますね。で、中のですね、内装を見ていきたいと思うんですけど、シートがですね、このスポーツシートっぽい感じのですね、シートになってて、真ん中の部分がですね、座面とこの背もたれの部分がダイヤモンドステッチのような感じになってて、シートの色がですね、黒とグレーのツートンという感じになっております。ちょっと乗ってみたいと思いますね。いや、なんかね、乗った時にグッとこの着座位置が結構やっぱり低いんですよね。なんかこう寝そべる感じで運転するという感じですね。で、前のボンネット自体はですね、この目線のちょっと先にあるような感じになってるんで、結構ね、まあスポーツカーとか乗り慣れてないとなんかこう
目線と前の感じ見たらですね、ちょっとこれフロントも結構長いんで怖いなっていうふうに感じるかもしれないですね。で上がですね、先ほど申し上げたようにこのガルスルーフになってるんですけれども、これ開け閉めは多分できないのかな、もう上の光明かり取りがあるだけなのかなっていう感じになってますね。エンジンはですね、このキーを車内に置いておくことによって、スタートすることができます。こちらがですねスタートボタンになりますね。ちょっとエンジンをかけてみます。ものすごい迫力ですよね。 ATC カードが挿入されています。すごいな。今ですね走行距離が4700キロぐらいの走行距離ということですから、まあ、ほとんどね、日常に乗られたような形跡がないというような感じですね。平成29年に登録して、2017年ですから、今2023年、6年で約4700キロですから、年間に1000キロも走ってないということなんですよね。なんで、まあ、非常にこうコレクターズモデルみたいな、ね、感じの使い方になっているのかなと思います。まあ、これからですね車をこうガンガン乗りたいという方にとってもですね、まあ、これだけ走行距離が少ないと安心感もすごくあるのかなというふうに思います。でこの辺りがですね、今このドライブのですねモード自体が、これコンフォートとかスポーツとかここに出てきますけどね、でスポーツプラス、音がでかくなりましたね。すごいですね。でこのスポーツプラスになった時には自動的にですねこのバルブ開閉のところがオンになるという感じになってますね。でレースモードっていうのもできるようになってます。でレースモードになるとトラクションコントロールとかっていうのがオフになったりとかするという感じですかね。でこのI プラスって書いてあるのがインディビディアルっていうやつで、これはですね一つ一つの設定をすることができるということなんですけれども、まあ、ほとんどの場合はですね、このコンフォートか、まあ、スポーツプラスとかの使い方をするケースが多いのかなというふうに思います。普通にですねオートマチックで乗っていれば普通の車として乗ることもできます。トルクがですねめちゃくちゃ分厚いトルクなんで、本当にアクセルにちょっと足を乗せとくだけで安定巡航ができるというようなですね、感じで非常に快適に乗ることができるということです。でそこからある程度アクセルを踏み込むことによって、スーパーカーとしての顔を覗かせるようになるという感じになっております。で内装のですねこのデザインなんですけど、これはね毎回ねこの AMG の GT とかメルセデスベンツを解説するときには言ってると思うんですけど、めちゃくちゃかっこよくて洗練されてるんですよね。特にこのインパネ周りだとかこういった操作系の部分っていうのがスポーツラグジュアリーというですねこの内装に関してはこれもう世界一じゃないかなと思います。もうメルセデスベンツの右に出るところって僕ないと思うんですよね。まあ、フェラーリランボルギーニもまあ素晴らしいんですけど、内装のこのデザインに関してはこれはちょっとね AMG がかっこいいなというふうに感じますね。まあ、好みもあると思うんですけど、いろんな車を見てて本当なんかこう不思議と真似できない感じという感じがしてますね。でこれブルメスターサウンドもついているということで、まあ、大体至れり尽くせりのですねオプションもついているというモデルになっております。まあ、最近はですねこの、GPS レーダーとドライブレコーダーというのは大体どの車もついていることが多いかなということなんですけど、まあ、標準ではない純正外のですね車外機のものがついているという感じです。で後ろ振り返るとですねこの真ん中にタワーバーがあるんですけど、これがAMG の GTR プロとかになるともう後ろにガチガチにこうタワーバーがついたりとかするんですけど、タウンユースもある程度意識した感じのですね内装っていうのをこう作ってるという感じになってますね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。トランクスペース結構広いですよね。
まあ、横幅はそこそこっていう感じなんですけど、こう縦が結構使えますよね。でこの後ろの部分があの割と使用ができる感じなんで、このトノカバーをですねこのように収納すると縦にですね結構長いものが置けたりとかっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあ、例えばゴルフバッグとかをこのように入れるというようなですねことも多分可能になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますし、これぐらいの広さがあったら大体のですねあの買い物であったりとか、使用日常の使用用途というのはカバーすることができるんじゃないかなと思います。これ電動のあのトランクのですね、パワーゲート自体はついてない感じになってるんですけれども、まあスポーツカーなんでこれはそうかなという感じですね。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。すごいですねこれ、ここ全部これカーボンですよ。これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もうエンジンも美しいですよね。開けた時に、まあ、これ4リッターのですね V8 のビターボということなんですけど、まあ、トルクもですね60キロ以上あるんですよね。だからもう化け物のトルクがあって、でこのエンジン自体の精度っていうのもですね、まあ、当然ご存知の方多いと思うんですけど、あのこのエンジン自体もですねあの手作業での、 あの組み立ての工程っていうのもたくさんあるということになってて、あの本当に精度の高いですね、まあ、職人の技が光るエンジンというのがですねこの AMG の、 あのラインの一つの特徴になっていると思うんですけど、あのこれだけでもですねあの車としての価値っていうのを非常に感じるところになるかなというふうに思いますね。これだけ大きなあのフロントのですね長いスペースの中に縦置きでですねこれだけのエンジンがボーンとこう乗ってるというのは圧巻ですよね。すごいです。それではですね走らせていきたいと思います。まずねこれ今車をパッと今発進させるときに右後ろ後方が本当に見にくいですね。あの後ろの窓から見ないとこう合流するときとかに結構こうあの気を使わないといけないなっていう感じはありますかね。で乗り心地自体はですね結構やっぱりあのリアルスポーツな感じでこうゴツゴツ感っていうのはありますね。ただ以前にこの AMG GTR プロっていう車のインプレッションをさせてもらったことがあると思うんですけど、 S 字カーブです。あの車はですねあの乗り心地が本当にポルシェの GT3 の RS よりもさらに硬くて、あの、まあ、バケットもフルバケットっていう感じだったんで、あのレーシングカーそのものっていう感じだったんですけど、まだねあのT に関しては、まあ、ツーリングカーとしてのですね要素っていうのを残しているという感じになるかなと思いますね。まあなんかあのよくこのメルセデス・ベンツのスポーツラグジュアリーと言われるですねこういったあの内装のことを YouTube の中でも言及させていただいているかと思うんですけど、あのあまりにもスパルタンな感じになりすぎているとラグジュアリーなあの要素っていうのが削ぎ落とされていくところがあると思うんですけれども、あの適度な、ねバランスっていうのを取れてる、内装という感じがするかなと思いますね。はい、ちょっとねペースを上げて走ってみたいと思いますね。これ今スポーツプラスにしてみました。スポーツプラスレースモード、レースになるともうマニュアルモードがこうあれですね強制的になる感じですね。足回りもいいですねこれ。S 字カーブです。
ントロールしていくっていうのを純粋に楽しめますね。今はスポーツプラスモードにして、これもマニュアルにしてみました。スポーツプラスモードにしたら多分あれですね、少しトラクションコントロールが自動に効くような感じになるんですよね、まあ、より安全な感じでスポーツ走行を楽しめるという感じでしょうかね。結構フロントヘビーの車なんで、ある程度ギアがね、こうブレイクするっていうね、怖さが一番多分こういった道ではあると思うんですけど、この辺はこのスポーツプラスモードにする方が安全かもしれませんね。よく曲がりますよこの車。こうね、ハンドルを切った通りに機嫌に曲がっていくし、多分車の剛性がすごい高いんでしょうね。S 字カーブです。こういうところでも狙った通りにこう曲がってくれるっていう感じもあって、いかがだったでしょうか。メルセデスベンツの AMG GTC エディション50のご紹介をさせていただきました。本当にね、素晴らしい車ということが言えるのかなというふうに思ってて、この車をですね、一番の贅沢はこの車を思う存分普段の足として乗るっていうのが一番贅沢なんじゃないかなというふうに思うんですけど、やはりですね、もうこのレベルの車になってくると、一つはですね、コレクターズアイテムというような側面と、あとは、投機的な目的での車の所有っていうのもその中に視野に入れているというですね、感じの所有の仕方っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。で、今ですね、このスーパーカーと言われている車とか、メルセデスベンツでもですね、G クラスのですね、モデルであったりとか、あとこの GT モデルっていうのぐらいが、車としてのですね、このプレミアとかがついてたりとかするような、数少ないモデルということになってくるわけなんですけれども、こういった限定モデルっていうのはですね、そういった傾向が特に強いというモデルになってくるんじゃないかなというふうに思います。実際ですね、このマットブラックのこういった色合いの車をこう好まれるっていう方も結構多くてですね、車を買うときに色って結構大事になってくるんですよね。先日でも弊社でですね、販売している車で、AMG のですね、SLS のブラックシリーズという車がありまして、この車がですね、グレー の色合いになるんですけれども、これはまさにその往年のですね、SLS のオマージュしたモデルということで、この色っていうのも非常に重要な要素になっていて、他のですね、モデルで色が白とか、他の黒とかですね、そういった色合いとはちょっと違うというところで、かなりね、ユーザーの方とか探されている方も、その色がいいというふうにですね、言われるケースって結構あります。
まあ、こういった限定モデルで色を外していないっていうことも非常に重要なところで、あとは程度と走行距離だとか、まあ、そういった部分がですねあれば、特にですね、まあ、このメルセデス・ベンツの場合はこの車検証にはですねこのメルセデス・ベンツという当然社名が出てくるわけで、法人での車の所有をされる場合にもですねおそらくちょっとこう法人車としても買いやすいという側面が多少なりともあるのかなというふうにも思います。あとはせっかくまあ予算決めてこのぐらいで法人で買おうかなというふうに言った時にもですね、まあ、その経営者の方がフェラーリはあんまり好きじゃないという場合にですねこういった車の方がいいなというふうに思うケースって結構あると思うんですけど、まあ、せっかく車を買われるんであれば、まあ、好きというですね、ご自身の趣向に合ったですね車の選びっていうのをされるといいのかなというふうにも思いますので、そのあたりのですね複合的な要素っていくつかあると思うんですけど、その複合的な要素がパチッとあった方にとってはですねこれだっていう車になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね今回の動画を参考にしていただいて、お問い合わせをいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。